祈りの気持ちとか恐れの気持ちとか、耳がなんとか心の平安を保って生きていけるようにってやってたことだと思ってるから、だからそこに戻したいでしょうね。優しかったんだろう。そうすることで彼女の痛みっていうのが私の痛みになる。私はなんか死っていうのもそこにあるもの。自分が大人になるのは別にめんどくさい。